はい、どうも、和一です。今日なんですけども、ナンパ100やっていきたいと思います。普通にナンパしても成功しないんで、ダンスをしてからナンパしていきたいと思います。今回はですね、ロックダンスをやってからナンパという感じでやっていきたいと思います。それでは、やっていこう。はい、というわけで来ていただきました。新宿の美女限定で、美女限定かな、はい、聞いております。質問なんですけど、歌かダンスどっちが好きですか？歌です。歌ですか？はい。歌か。結構歌うまいんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか？しない。こ まあ、のそうで人すよ絶ね。対 YouTuber じゃない。ただ単にナンパ。あ、ナンパ試験 YouTuber ですね。はい。実はお姉さんのこと結構タイプで、今度スタバおごるんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか？大丈夫です。ちょっと待っはい、なんて。か逃げちゃった。大丈夫です。いや、すごいタイプで。彼氏さんいます？います。いるんですか？友達枠どうですか？はい。嫌です。王子様枠どうですか？いらない。いらんない。はい。マジか。明日じゃ最後、お願いします。の大妊娠。来ていただきました。新宿の美女限定で聞いております。質問なんですけど、歌かダンスだったら見るのどっちがいいですか？歌を見たいかダンスを見たいか。歌か。ちょっとじゃあ歌ってもらってもいいですかね。あ、ちなみに好きな歌何ですか？なんだろう。特に。特に。じゃあちょっとダンス見てもらってもいいですかね。お姉さん方のタイプで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか？すみません、LINE は友達としか交換しないんで、すみません。じゃあ今度一緒にちょっと、そうを一緒に食べたいんで、そうを公園で一緒に食べたいんで、でも、時間がない、忙しいんで、すみません。忙しいです。忙しい。でも、今も結構時間ないよね。明日、最後にこれお願いします。ポーズです。せーの、大妊娠。あと、はい、というわけで来ていただきました。新宿の美女限定で聞いております。質問なんですけども、見るなら歌かダンスどっちが見たいですか？見るなら、はい、見るか、見るか聞くかが。見るか聞くか。そうだ。見るか聞くか。あ、どっちか。どっち？ダンス。見るか聞くかですか？そうですね、どっち見るかを、ダンスを見たいか、歌を聴きたいか。ダンスを見たい。ダンス。ということで、見てたんですけれども、お姉さん方のタイプで、今度一緒にモザイク通りを歩きたいんで、LINE だけ交換してもらえませんか？ちょっとダメです。今度モザイク通りデートをしたいんで、はい、ちょっと LINE だけダメですかね？ダメです。なんかすごい、ダメです。なんかおきれいだな、おきれいだなと思ってて、プライベートなんで、まあ、ちょっとインタビュー関係ないですね。大丈夫です。大丈夫ですか？いいってことですか？あ、大丈夫です。そういうことそっじちゃないか。です。パリスさん、どの辺がダメですかね？メガネダメですか、やっぱ。はい、強いてそのなんかダメなとこ言うとしたらどこですダメ？か？はい、僕のちょっとダメなとこ言うとしたらどこですか？言って、言っていいの？なんでダメなとこ？なんかやねんって。なんか気持ち悪い。お姉さんは？あ、一緒です。なんかやだ。なんかやです。わ かりました。最後にこれだけお願いします。せーの、大妊娠。ありがとうございます。はい、というわけで来ていただきました。新宿の美女限定で聞いております。質問なんですけども、お姉さんが見るなら、歌かダンスどっちが見たいですか？歌かダンス？はい。歌かな。歌。歌か。ちなみに何の歌好きですか？何の歌？どういうこと？洋楽とか邦楽とかありますけど、
はい、どっちでもいい。そうですね、まあ、歌えたら僕が歌う感じです。歌えたら歌う。私なんか洋楽好きなんですよ。ジャスティン・ビーバーとか、ああいう系、テイラー・スウィフトとか。What do you mean? そうそうそう、ああいうやつが好きでよく聴いてる。なるほどなるほど、はいはい。まあ、結構好きなんですけど。あ、そうなんだ、うんうん。まあ、実はこの企画の趣旨は、うん、僕はダンスを踊るんですよ。あ、ごめん。企画潰したね、ごめんね。ちょっと見てもらってもいいですか。いいよいいよ、お願いします。で、まあ、踊ったんですけども、はい、すごいお姉さんのことタイプなんですよ、はあ、ちょっと今度一緒にあの小籠包を食べたいんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか。 LINE は無理です、ごめんなさい。今度お姉さんと一緒にその小籠包を食べたいんで。小籠包は食べたくないんで、はい、ごめんなさい。あ、餃子でもいいですね。餃子も食べたくないです、特に。あ、中華嫌い。中華はあんまり好きじゃないかな。じゃ今度高級イタリアン、サイゼリアン、おごります。サイゼリアンは一人で行くからいい。一人で行きますサイゼリアン。普通に行くから行く。僕一人で行けないです、サイゼリアン。そうなんですか。はい、牛丼まです、ね。いいです、牛丼。はい。あ、そうですか。やっぱもう彼氏さんいますよね、さすがに。もう綺麗なんで。いやいや、王子様枠とか空いてないですか。王子様枠、はい、え、それにハマろうとしてる今。はい、あ、ちょっとそれは無理か。あ、王子様の器ではない。そうね、まあ、年一あったら楽しいかな、枠にはハマるかもしれないけど。あ、じゃあ年一7月7日だけ会いませんか。あ、それいいね、ちょっとロマンチックだね。織姫彦星みたいな。じゃあまあ来年だったら会ってもいいかもしれない。本当ですか。じゃあ LINE だけ。来年連絡するんで。じゃあ、 メアドとか書いときますんで、それで連絡してください。今ですか、いいんですか。メアドでいいんだったら書いときますから。あ、お願いしますよ。はい。ちょっとじゃあ。なんなのこれ。何の企画ですか、これ。何ですか。あ、これはまあ普通の、まあ、僕はダンスするっていう企画で。ダンスする企画。で、これはただナンパですね。ナンパ。はい。あ、そうですか。ダンスからのナンパみたいな感じですね。あ、なるほどね。面白いね、なんか。ありがとうございます。最後にこれだけ。お願いします。これ、はい、の大妊娠、はい、やってまいりました。やっぱりダンスしたら盛り上がるんですけど、番芸は全然できないですね、この企画の時は。なぜでしょうかね。なのであまり、うん、ガチでナンパするならダンスはやんないようにします。はい、というわけでこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタン、バッドボタン、批判コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。あと9月5日、新宿の岸バーにて、18時から24時までオフ会やりますので、皆さん参加してください。では。